サッカーの久保建英さんが正直すぎるということで見ていきたいと思います。久保建英さん、サッカーのね、銀河系軍団と言われるレアルマドリードに移籍して、今現在は同じスペインリーグのマジョルカというチームにね、レンタル移籍しているんですが、なかなかね、結果が出せない。久保さんはね、ポジション的に攻めの選手だと思うんですが、ゴールもなければアシストもないそうでして、レアルマドリードで出場した試合でも、そのレアルの下部組織でね、出場した試合でも、さらに移籍先のマジョルカでも、まあまだ試合数は少ないんですが、ゴールなし、そしてアシストもないそうです。やはり攻めの選手なので久保さん、結果が出ないと落ち着けない、プレッシャーが重くなってくるのかなと思うんですが、そんな久保建英さん、何が正直すぎるかというとですね、この久保さんのファンに対するファンサービスが正直すぎるということで、まずはこちらですね。これはマジョルカのサッカーファンですかね、の美しい美女、可愛らしい女の子なんですが、その人と久保さんがファンサービスとして写真を撮っているところですね。やはりスペイン美女ということでね、18歳久保さん、ちょっと緊張されているのか硬くなっているような感じもするんですが、凛々しい顔をされてね、もう美男美女ですね。こちらの写真もうちゃんとね、ファンサービスもするんですが、次はこちらの写真ですね。こちらもおそらくマジョルカのサッカーファンなんですが、タケ顔買おうというね、顔どうしたという久保さんとなっております。どうしたんでしょうか久保さん、先ほどのね、美女の写真とは打って変わってですね、ちょっと目をね、細めてしまっております。情熱の国スペインのね、ギラギラと照りつける太陽がね、眩しかったのでしょうか、わかりませんが、このね、久保さんの正直さ、やはりファンに対しても取り繕わない、正直に写真に写ると、そこが久保さんのね、良さであり強さだと思います。もうこの正直さを忘れずに、自分らしいプレーをしていればね、結果はね、おのずとついてくると思います。もうこれだけね、現地のファンに愛されている久保さん、正直な久保さんをね、もう僕はね、一ファンとして応援しております。ぜひね、頑張っていただきたいと思います。以上です。